おはようございます。どうもおはようございます。皆さん、今日ちょっとね一つ話があります。ベイトリール、スピニングリールからですね、右巻き左巻きっていう論争がありまして、とんでもないことになってるんですよ今。まあ、あまりね、でかい声で言えないですけど、右巻きがいいのか左巻きがいいのかっていうところで、まあ先日私も動画をね出しまして、とんでもないことになったんですけど、これね私以前から言ってるんですけど、どっちでもいいですよ。右でも左でもいいですか。自分は右巻きを使ってます。右に慣れ親しんでるんでね、なんだけど、たまにね、この議論の発端っていうのが、自分の価値観を人に押し付けてしまうというね、人間のその愚かな発想、まあこれ自体がそうですね、もう戦争もそうですし、まあまあ世界的に見たらね、白人至上主義だ、黒人至上主義だ、ジャパン至上主義だ、いろいろあるわけで、自分の価値観を相手に押し付けることによって、わけのわかんない無駄な争いが、行われていくんですね、日本中で。まあ世界中でそうなんですけど。まあね、くだらないコメントも書き込んでくる、そういう方もいるし。あと、まあ自分の価値観を押し付けてしまうというね。世界、地球規模で自分は結構ね、宇宙学の方もずっとやってますからね。どえらいちっちゃいことでぐずぐず言う方があるんだなと。どでっかく考えたらええよ。は？例えばここに、こういうね、こういうリールがあります。まあ最高のコンクエストシリーズですね。で、自分は右巻きだけを使ってるんですね。で、右が好きだから、本当にこれだけですよ、言いたいことは。自分の好きな方をやりなさい。で、まあ、ちっちゃいね、まあ、木を見て森を見ずっていう自分の座右の銘。まあ、これ自分の大学、まあ自分大学も学長もやってますからね。まあ、宗教団体もやってるし、その中のトップとして言わせてもらうんだけど、木を見て森を見ずっていうね。まあ小学生の聞いてるかもしれないからちょっと丁寧に教えるけど、こう林があったらね、広い広いこう空間があったらね、目の前の木だけ見てるからそれが正しい。山の中に入ったとして、全体の山を見た時にいろんな木が生えてるわけ。いわゆるいろんな思想が日本中にある。そういうことなんだよな。だから、その思想の中で自分がどれを正しいとするかっていうのも、自分の好きにしたらいいわけよ。そこで初めて進化が生まれてくるんだよな。だから、釣りやってる方っていうのはね、自分もやってるんだけど、まあ、自分40年以上やってます、魚釣りは。その40年のキャリアやってきて、いろんな人出会ってきましたよ。ただね、その自分の価値観を人に押し付けることによってあなたが生きづらくなるんだよな。自分だけじゃないんだよな、価値観はな。よく自分なんかも YouTube やってね、こういうベイトリールとかこうやって塗ったりしてね、これがいいだ悪いだなんて論争に巻き込まれたことがあるんですよ。で、まあ自分はね、まあ日本人って謝罪文化なんでね、謝罪しろっていう声が大量に来まして、塗ったことを一応謝罪しまして、私はね、これに関してね、塗ったらあかんって言われたんですね、視聴者の方に。これ塗るっていうのが、私が職業がタイガーマスクやってるんですね。タイガーマスクって何か分かりますか？子供たちに夢を売る商売。それがね、ここの反射でチロチロ俺の顔が映っちゃうわけよ。
ライガーマスクのこの顔が顔バレしたらもう夢も希望もなくなっちゃうわけだ。わかる？そこでこれ色塗ってみたところ、ケンケンガクガク、これが汚い、もうリールを使うな、アンタレスを設計した人に謝れ。あのね、アンタレス設計した人が怒ってる人もいるかもしれない。これメーカーの人の中で、これ俺がこういう風に塗ったことを雑に扱ってるっつってね。あのね、宇宙科学なのよ。素粒子の話や。素粒子。で、まあ企業ですからね。まあ企業の経営者の方々のトップ中のトップの思想は知らんけども、これね、あんたら作った島野のトップの方の思想は俺全く感知しない、知らないけど、売れなきゃいけない。そういうこと。まあ簡単に言いますと、業界の闇もあるし、まあ釣り業界に変わらずね、まあ、たまには故障して新しいのも買ってよっていう循環させなきゃいけない。だから、リールが壊れたって買えばいい。それはもったいないじゃないか、高橋さんって言うでしょ。お金っていうのは、宇宙科学で考えたときに、無尽蔵にあります。で、日本でね、まあこれ言ったらまたバッドボタン増えると思うんですけど、まあ自分らなんかやっぱりね、おじいちゃんからね、私ね、もう40年前ですか。当時の価値観だから、もうご飯を一粒でも残したらもう逆さ釣りですよ。そのぐらいの厳しい環境で生きていたわけ、私はね。ご飯を一粒でも残したんだったら、ロープで縛られて逆さ釣りでムチ打ちですよ。まあそのぐらい自分は厳しいその環境の中でやってきて、まあそこに対するね、いわゆるその反発心というかね、その幼少の頃に味わったその逆さ釣りですよ。とんでもない目に遭いました、私。まあちょっと持ってますけどね、話。うん、だからその古い価値観、をね、ご飯潰しちゃいけないって言うんだけど、まあその木を見て森を見ずだよな。商売やるときにキャベツは作りすぎたらもう捨てないかんし、米も作りすぎたらたまには捨てたりね。しないと値段が価格破壊になっちゃうから。っていうところでね、この世にもったいないお化けはいないっちゅう話や。わかる？俺が今言ってる意味わかってるか？だから、もったいないっていう固定概念をね、捨てなさいって話。まあただ、だからこれがね、私は壊れたくないから、まあそのリールね。まあ雑には扱ってるかもしんないけど、リールを大事にしてる人がみんな、だから固定観念をぶっ壊すってところが、まあ私のね、教えですよね。そしてこの右巻き左巻き論争に関しては、これね、右巻き左巻き、うちは全部右しか置いてないんです、左は邪道だっつってんです。だから上がる、左は邪道だよ、はふやろうだって。右で木の人間が右で曲がなきゃ、じゃあどうすんの、ね、コメント書いてよ。ね、右利きの人間が右手でリール回さなかったらでかいの取れないよっつってんの。あ、リールがあるやろ、こうやって。右で巻かないとでかいのは取れないのって言ってるの。わかる？ちっちゃなね、30センチ、40センチ、60センチの小魚釣るなら、左でやりなさい、ちって。ただ、俺らのような、モンスタードライブ、モンスターをドライブさせるような巨大魚の釣りは、右で巻かないと魚は取れないっちゃ話や。あともう一つ言いますけど、持論をここから展開させてもらいますわ。あのね、いい？ベイトリールないと魚は取れないなんていうことを広めてる方がいる。あのね、スピニングリール一本でどんな魚も取れるから。
スピニングリールがあれば、魚は絶対取れるから。わかる？このリールがあれば、どんな魚も取れるから。これがないと取れない魚なんて日本にも世界にもいないから。わかる？俺が言ってる意味が。騙されるなっちゅう話や。すいません、ちょっとね、なんか変なスイッチ入っちゃったの、おかしいな。すいません、ちょっとね、元に戻りましょう。変な、いつ今、なんか、今乗っ取られたな、今宇宙人に。おー、思ってもないことを今ペラペラ喋っちゃった。考えてもないことを。はい、元に戻りましょう。あのですね、これも元に戻すよ。右も左でもね、どっちでもいいんですよ。もうどっちでもいい。こんだけ、そのね、なんかくだらなくね、なんだろうな、左でないといけないとかね、右でないといけないとかね、まあそういう強制するってことがもう愚の骨頂。ああ、まあいろんな多様性でね、自分の好きにやれっていうのがね、答えでした。それでは。おい。